取り替役の平島なつみです。水島まりか役の岡田芽衣です。日高沙織役葉月ひまりです。松山ダリア役根岸愛です。はい、はい、ロケです。いい天気、ね、本当に晴れててよかった、ね、ついにね、そこに来ちゃいました。念願のロケ、ね、お来ましたよ皆さん。あわわカード、本場のクラブを体感してパワーアップしましょう。クラブだった。そう、行きたいって言ってたじゃん。ね、ということでですね、今回は本場のクラブを体験しようということで、はい、あちらに見えます池袋トリコさんにやってきました。はい、ということでね、早速入っちゃいましょう。はい、みんなこっちです。もう行こう。なんと、マーメイドが本場のクラブに。DJ をテーマに仕掛ける新たなメディアミックスプロジェクト D4DJ。 この番組は D4DJ のユニットの一つ、最強のビッグウェーブを巻き起こす私たち、マーメイドの冠番組 D4DJ。 マーメイドねえねえ聞いた？マーメイドのファーストアルバムが登場だって。 A バージョンには私たちのファーストライブ映像、 B バージョンにはアルバム収録曲のノンストップミックスが収録。どっちを買おうか迷っちゃう。さらに今回のアルバムには新曲 I Will Never Die が収録されてるんだって。テンション上がる。マーメイドファーストアルバム VIP ラグーン、4月27日発売。マーメイド再演のコーン。 D4DJ からカバーアルバム第4弾が発売。いろいろな名曲が勢揃いですぞ。今回はみちるも歌っちゃうのだ。D4DJ グルービーミックスカバートラックスボリューム4、4月27日発売。カードファイトヴァンガード、ヴァンガードの世界へラグナロク開幕。人類の存亡をかけて神々に挑め。ヴァンガードタイトルトライアルデッキ、週末のワルキューレ、ウシロード。マーメイド。みんな、うん、こちらです。じゃあ、すごい、すごい。今回はあらゆるカルチャーを池袋から発信する池袋トリコさんにお邪魔しました。もうこんなにね、ザ・マーメイドな感じにしてもらっちゃいました。やったー。かわいい。すごい嬉しいね、うん、ね、私たちの演じてるキャラ映画、うん、バンと、バンと方針大変、なんとね、DJ ブースも用意してもらったということで、もうここはね、決まりの出番ですよ。私の出番ですね。ちょっとさ、行ってみよう。この後、マーメイドはクラブで一体何をするのでしょうか。ライブできるじゃん。そう、ライブもできるんだよ。せっかくなんでひまりに DJ プレイを見せてもらっちゃおうかなと。いや、すごい。先生お願いします。お願いします。任せてください。やっちゃいますよ。じゃあ早速、はい、お願いします。はい、イエイ。マリ先生の DJ タイム始まりました。最初の曲はマーメイドのアゲアゲソング ING。 さあ、ここからは DJ ひまり先生の DJ すご腕テクをたっぷりご堪能してください。2曲目はフォトンメイデンのヒアザライト。かっこいい。ねえ、マーメイドの曲じゃなくてフォトンのさ、うん、他のユニットの曲もつなげるのもさ、なんかライブ
ーと違って新鮮だった。そうだね、実はお気に入りのね、つなぎなんです。あ、ママカードが、ね、何でしょうか。ひまりん、メンバーに DJ を教えてあげてください。できるかな。でもさ、なっちゃんとアイコン持ってるよね。だからやっぱね、もう先輩としてそう教えてほしいなってありますよね。さっきみたいにかっこよく私もできるようになりたい。なりたい。じゃあみんな DJ つなぎたいか。おじゃあひまり先生、まだ教える気にならない、なんでみんなつなぎたいか。およろしい、つなげてあげましょう。ありがとうございます。はい、ではじゃあまずお手本を見せていくよ。DJ ひまり先生の DJ 教室スタート、いくよ。お願いします。いきます、流します。おい、押す、上げていく、お、気持ちいいところで切る、ロー、切る、歌が始まる前にフィルターを絞る、これを完全にこっちにやる。 ING からの 4U、 お見事。わかりました。でもこのローとフィルターのこれはどんな役割なの？このローっていうのは、あの曲の低音部分を切るやつなんだけど、これはすごい好みで、ああなるほどね。そう、なんか私は低音がいっぱいあるとちょっとなんか違和感を感じちゃう、曲によって違和感を感じちゃうタイプだから、気持ちいいところで切って、次の曲をちょっと目立たせたいなって思って切って、このフィルターを下げていくことでちょっと曲、なんて言うんだろう、なんかちょっとちっちゃくなっていくっていうか、消えていく感じがするのね。で、このつまみを触ることでこっちが完全にこっちに振ったら、こっちの曲が流れてこっちは完全に消える。そう、左右のバランスなんだ。そう、こうなってる時は両方から出る。はい、そう、はい、っていう風になっております。はい、じゃあ、アイポン先生、グルミックのアイポンが先生だけど、もう DJ ではひまり先生ですから。大先生ですよ、ひまりさん。これでもちょっと一回そうだ、触った方が。どうやら最初のチャレンジャーはアイポンのようですよ。まず流すとこから、あ、こっちか。このね、いいっていうところで変えたいから、適当にちょっと前から、はい、ちょっと前からいて、流す、これで流す、流して、これ流して E に来たら、この B、これ B ボタン押して徐々に上げていって、気持ちいいところで、すごいね、これすごいよね、難しいよ。こっちが1番目じゃなくてよかったね。よかった先にやってくれると見れるからね。何回もお手本見れてるから繰り返しね。これが切れると同時にこういきたい。なるほど、了解しました。じゃあやってみますか。じゃあ iPhone お願いします。はい、いきます。ミュージックスタート。こんな丁寧に教えてくれる DJ ひまり先生、最高。はい、来ちゃう。フィルターを下げていって、全然大丈夫だよ、なかなか壊れないから。本当、もしかしてメイシャンはメカ落ち？大丈夫かな。怖いよ。どこどこの最初はみんな怖いわ。待って、まずはここよ。オンしてるでしょ。そして次にここよ。ここね。2のここ。ここよ、はい、そして上げていくわ。上げていくわ。気持ちいいところでここを切るわ。切るわ。歌が始まるところでこれが下がっていって切り替わるわ。これは同時？同時だと嬉しい。了解。OK、大丈夫だよ。メイシャン。大丈夫。これが収録だから。なるようになる。そうだね。そんなところも見せてもね、成長の逆に。そう、OK。
行くぞ。行くぜ。行きます。ミッションの DJ スタート。頑張ります。ちょっとリズムにこう乗ってこなれ感を私は出すように頑張る。上げていくこなれ感出してます。もう観客がいる手で。あ、いいね。プロだね。プロだ。いや、ちょっと言ったら恥ずかしいんだけど大丈夫かな。一緒に盛り上げるから大丈夫。大丈夫だよ。では、はい、私の DJ タイムスタート。いきます。ゴー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 。観客がいる体で、さあ、なっちゃんの DJ 楽しみです。近いよ、近いよ、そうだよ。ナイス DJ。 ナイス DJ。 ナイス DJ。 ありがとう、ひまり先生のおかげです。すごい、私はもう嬉しい。みんなができるようになってくれて嬉しいわ。嬉しい。これができれば、もう瀬取りさえ作っちゃえば DJ できますから。これができれば。すごい。すごい。2人はどうだった？なんか、やっぱさ、普段なんかサオリってちょっとさ、なんか頼りない雰囲気を出すじゃない。でもさ、実際にこうやって DJ 私たちでやってみたらさ、もう本当に尊敬しちゃうよね。すごいよ。本当にかっこいい。本当に人生で初めて触ったんだけど、これを毎回ライブもそうだし DJ タイムでもやってるっていう、その圧プレッシャーに耐えられるのがさ、すごいメンタルだなって。プレッシャーはある。本当にすごい。プレッシャーはいつもある。素晴らしいよ。そうなんです。いや、本当にね、私とアイポンはさ、持ってるはずなのに、ちょっと宝の持ち腐れというか、こんなにだからやることたくさんあるじゃんっていうのを知れたからさ、そうそう、ちゃんとね、触っていかなきゃって、本当に楽しいから、ぜひ寄せて、よろしくお願いします。任せてください。おっと、ここで、来ました。はい、マママカード、今この場でライブをやってください。この場で。久しぶり。久しぶり。下準備とかいろいろ必要な。確かにね。ひまり先生、いけます？まあ、マーメイドの曲だったらもうできるかな。さすが。大体ね、BPM も覚えているので。すごい。これとこれだったらつなげるなみたいなのは分かってます。ちなみにフロントの3人は、いつ何の曲が来ても踊れるよね、もちろん。あ、もう余裕だね。余裕だね。それは任せてください。じゃあもう何の曲にするかは、どうつなぐのか、順番もすべて選曲も、はい、ひまり DJ に任せます。お任せください。いきます。ママのマーメイド。ではでは、ミュージックスタート。さあ、急遽始まりました、マーメイドのトリコライブ。最初のナンバーはブンブンシェイク。
曲は一体何？ミラーガタパーティーナイト、それがミラーガタパーティーナイト。2曲目はプリンセスアドベント。クラブでマーメイドの曲を踊れたら最高に楽しいですよね。私もダンスマスターして踊りたいです。ラスト。おーやっぱ最後はこれだよね。フロアキラバちゃん。どうだったひまりは。いやクラブでまさか DJ ができるなんて。
楽しかった。なんかさ、いつものライブと違ってクラブでなんかこう自由にみんなで踊るのも楽しかったね。でもやっぱりお客さんがいるところでやりたいなって気持ちもさ、ちょっとあるよね。それはある。確かに。ヤママーメイド超戦時略決で力をつけたんだね、よう。まさにあれはスピリットオブソードと呼ぶにふさわしい。ヴァンガードタイトルブースターシャーマンキングボリューム2武士ロード。あのシャドーバースがついにトレーディングカードゲームに数多のカードを使って勝利をつかめ、シャドーバースエボルブ発売。オールスターカードゲームリバース、スマートフォン向け RPG ブルーアーカイブがリバースに登場。リバースで架空の日常を小さな奇跡へ。リバーストライアルデッキブルーアーカイブ、武士ロード。レイザースイレンニューシングルコーラスケート DNA 4月27日発売。マーメイド。ここでマーメイドからママ情報。マーメイドファーストアルバム VIP ラグーンが4月27日に発売。みんなゲットしてね。そしてマーメイドフォースライブサマーキラー2開催決定。先行予約受付中です。ライブで一緒に盛り上がろう。ということで今回は池袋トリコさんからお送りしました。ありがとうございました。ということで今回のマママーマーメイドはここまで。また次回お会いしましょう。せーの、マママーマーメイド。バイバイ。ここがねピンってなってるの治らないよ治しておいで。あら、あら、もうね、もうすぐ完全で、あとはね、もうそわそわしてますよ。仕上げてみてやかな。頑張ってちゃって、もうどうせすぐ待って、あっという間にもちゃってやったよ。イエーイ、頑張りたい。早く見るね。で、リーダーです。はい、今からこの衣装で TikTok 撮るの。あら、見せていただこう。これは貴重ですな。いや、本番15分前ぐらいに撮るリーダー強いわ。さすがすぎ。いきます。はい、これアップ楽しみだね。音使えるかな。ねえ、うん。はい。ごきげんよう。私たちリリカルリリーとマーメイドの合同ライブがブルーレイで登場です。ニャンニャンシェイクライブブルーレイ好評発売中。さあ上がる準備はよろしくて。激しさ